乾杯。いやまあ、あんまナスとも覚えてないんですよ、正直。言おうか、言えない言葉で言おうか。じゃあ言ってもサンフレッチェ広島です。俺鹿児島実業、うん、よく言うのよ、ユースがいいとか、ね、交代がいいとか、自分にとってどっちの環境がいいかとか。そうだ、確かに。じゃあ久しぶり2年ぶり乾杯。乾杯。乾杯。いや改まってさ、ロングとかってあんまりないよ。ない。だってこれ覚えてるのはジュビラの時かな。龍一と一緒に覚えてるよ。覚えてないの。覚えろや。覚えだせ。だから静岡で。いや覚えてるけど。覚えてるでしょ。まあ、あんまりナスとも覚えてないんですよ、正直。言おうか。言おうか。言えない言葉で言おうか。じゃ言ってもらうと多分忘れてるから。思い出さず。あったね、岩田でね。ね、昔だね。いろんな国行ったしね。どこ覚えてる国で一番。イランしかないでしょ。イランはちょっとね、パンチがあったよね。食事がね、ちょっと鶏肉かな。ほぼ臭かった。そうだね。スープもさ、スープでまずいとかないじゃん。そうだね、あんまない。スープ、ちょっとご飯もあれだったし。パサパサだったし。でも今こそ行けないけど、当時だからね、レアだよね、行けたのは。まあね。ちょっと情勢的に、ギリだったよね。俺聞きたいことあるよ、二人に。じゃあまず一つはちょっとサッカーネタから外れんだけど、俺食レポ結構やるんよ最近動画で。もうやっとる。食レポやってやる。めっちゃ無理やん。俺らでやるっすよ。どうだろう。広島のスタイリングをね、PR する。大事ですよ、森崎兄弟が広島カープですよ。いや逆にちょっと食べて、さっきちょっと身を見せてよ。いただきます。いただきます。じゃあ僕の定番でいいですか。定番でいいんですか。知らないです。自分で決めてくださいですよ。ドアウェイ広島って言ったらやっぱ正しいですよね。そう、日本に。いただきます。まずね、いただきます。おいしい。牡蠣のね、味がしっかりしますね。これは定番の僕の決め手です。決め手です。まあちょっとだからちょっと一口ちょっとお願いします。人気コーナーにしようと思って。しっかりしてるね、牡蠣の。しっかりしてるわ。無事出るよ。みんな下手。まあ、所詮サッカー選手はこんな程度ですね。その聞きたいのはさ、まあ、結構企画でもやったことあるんですけど、ユースと交代で、ね、何が違うんだとかさ、よく やるんですよ、話題にも上がりますけど、で、広島、ね、サンフレッチェ広島です。俺、鹿児島実業。なんかもう、ユースの方がちょっと洗練されて、まあ、なんていうの、練習とかも、カリキュラムじゃないけど、しっかりと、ね、組み込まれて、こうトップに上げるためにだけど、俺らはもうその体力的なっていう、地獄のみたいなさ、よくやるけど、で実際どうなのと思って、その当時のサンフレッチェ広島ユース。あんま走りとかなかったかね。ないよ。で、これやるって言ったね。どちらかというと技術練習とか、戦術の練習というか、単純にさ、そのクラブチームとその高校のチームって、人数が違うね。まず、まあ少数制だからね。クラブチーム30人ぐらいじゃん。それらは100人ぐらいじゃん。もっと100人1学年で。俺らの時は1学年で100人だし、ネットボタルです、300人ぐらい。300はいかん。だからそこからどんどんやめていくから、60人ぐらいやめるから、50人ぐらい。だから走りでもそぎ落とされてるから。当時は
当時そのクラブチームに対してなんか思いってあった？かっこいいなって。あ、そっちのだよ、うん、あ、その J リーグのユニフォーム着ているし、そう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 、そう、ね、だから、うん、山口の大会、うん、で、サムレッジ広島ですが試合してたね、うん、どっかと森崎兄弟、駒野みたいな、みたいな松井から行くんですよ。キラキラしてたよ、あなたたちね。俺から見たその当時ね、今じゃないよ、今じゃない、翔太今じゃない、それ言ってないでしょ。まあ、プロに上がるみたいな、うん、もう精鋭部隊の中でもトップの、そのね、あの森崎兄弟と駒、そういう感じで見てたから、俺からしたらもう、雲の上の存在でね、その当時から、うん、だってユース代表でもさ、一緒になった時ももう、めっちゃ緊張してたの。あ、そうだ、めっちゃ緊張してた、だって大学生やってさ。まあ、さ話しかけてくれたの、そうなの、俺からかだと思う。俺多分、俺からし多分、うん、ナスには話しかけんの。そうだね、確かにね。あの、ただ単の大学生やし。確かに。で、そのなんかきつい練習とかなかった、だから。トレーニングできつかったけどな。そうだね。だから、走って上がったから走れなかったよね、やっぱ。ああ、なるほど。でも、楽しかったでしょ、練習。うん、楽しいって楽しい、うん、だからやってて、でトップの、ね、練習とかも参加できたりとかさ、そうそうそう、あるからさ、チームをこう身近に感じながら、うん、まあ、ユースとトレーニングできるじゃん、うん、それでかい、それでかいね、うん、もう自然とプロを目指す環境だけどさ、ね、いや、那須とかどうだったのかな、コートエリアの選手とかも、うん、ちょっとこう触るじゃないか、うん、そんななんかもう、もろプロを意識するんですけど、どうやってプロ行けばいいんだろうみたいな、まあ、フォアが来ないとそもそも無理だし。こうプロになりたいと思ってたけど、身近には全く感じられないから、そうだからもうプロ入った時にさ、緊張とかなかったでしょ、まあ、うわこの選手たちだみたいな、いやでも最初あったけどね、あとでもユースみたいな練習参加した時だろ、うん、プロ契約してからは、うん、もうそうやって練習してるから、まあ、それはね、慣れるのが早かった、うん、だからコミュニケーションもさ、あっちからかけてくれたりするのも、うん、でしょ、まあ、環境は整ってたよね、そうサッカーできる、こうサッカー専念できる環境は整ってたけど、まあ、言ったら交代例も、うん、果実とかクリームとか、うん、めちゃめちゃ走るイメージあるから、走るよ、俺らがもし交代例に乗ってたら多分すぐに行けてないと思う、うん、だから合わないと思う、うん、でもさ、プロ17年、18年、19年ね、ユースでさ、こっちは交代で全く違うわけだよ、だからまあね、ここからすれば別に正解はないわけじゃない、うん、そう、結局はでもそこを伝えてへんやつと、あの、よく言うのよ、ユースがいいとか、うん、交代連がいいとか、どっちもやっぱ成功例がいいわけじゃない、うん、まあでもね、その自分にとってどっちの環境がいいかとか、そうだ、確かにね、そうだね、自分の性格も含めてね、そうそう、うん、やっぱその環境が多少違ってたとしてもさ、イメージしてたと、うん、その環境に馴染んでいけるかどうかで、その人の人生が変わってくるんだよ、変わってくるね、違ってるからもうね、諦めるとかだったら、もうそれまでだ、うん、その環境に馴染んでいける選手っていうのが、多分上にいけるんじゃない、そうなんだね、昔、活躍してた人で、体制しなかった人っているじゃない、うん、結構いるよね。かなりうちらの同世代でもいいじゃん、うん、うん、なんだと思うんだろうな、秘訣っていうか、うん、そのそれぞれでいいけど、あ、でも俺はね、うん、まあ自分で言うのもなんだけど、もうその一日一日を出し切ろうっていうか、で自分が試合出て、うん、負けたら、うん、次の試合は泣いたなっていうぐらい、それぐらいの気持ちで常にやってた、うん、もうそれをずっと続けてやり続けられたから、まあ、結果長くできた、うん、なるほど、コーチの音は、うん、ね、でもやっぱり先に、まあ、トップチームに試合に出たのカズだったし、やっぱそのカズの存在じゃないけど、うん、まあ、そこが一つね、大きかったなっていうところで、うん、やっぱ自分もね、高校まではなんか同じこう土俵っていうか、試合に出るタイミングとかも、レギュラー使ったタイミングも一緒だったけど、プロになってかなり離されたから、そこで、まあ怪我とかもあったけど、
や、まあ、やっぱこう試合に出たいなっていうその刺激をね、やっぱカードからもらってから、まあ、そこのちょっとライバル心というか、まあ、それは結構大きかったんですよ。まあ、俺一人だったら多分、なかなかプロで長く やれてなかったかなみたいな、まあ、ちょっとあった。やっぱりね、その状況環境関係なく、その反骨心にこうね、つなげられる、それを受け止めて、いう選手が長いよね。環境っていうか、そして出てて、もう出れなくても、まあ、しっかり準備をしようっていう、そうそうそう、気持ちはね、大事にしてたかなっていう。まあ、浩二君は中学の時は、サボってましたから。そうなんだ。違う方向にこう。あ、そうなんだ。中3の時からね。友達と話したりとか、練習中とか、話したりとかする方が楽しい時期もあったから。はいはい。こう真面目に練習出ずに、で試合とか出てたから、めちゃくちゃ数に怒られるんだよ。イージーミスすると。なるほどね。めちゃ喧嘩してたよ、ね、中学の時。中学の時一番喧嘩してたから、ね、なんか、まあ、思春期っていうのもあったし、喧嘩すごい多かったね、中学の時。ね、ある時期あったのね。なるほどね。貴重ですね、これ。これはあんまり言えないの。全然仲良かったんですけど。そうですね。あったね、そう。でもさ、普通はさ、もう、スーパー小中とかで、もう大体動画ぐらいでもさ、みんなね、長通ってね、長通ってで、それでプロになってきた。あそこさ、その運営でさ、結局18年できた。なんでそこまでできたって。なんで？どうやってその切り開いて。一応自分で。なんか自分でっていうか、電話直接電話して、自分で売り込んで。自分で。そうだね。プロになる時のスタートに電話してとか、それでもね、見てもらえなかったらしょうがないんだけど、まあ、それで大学の監督とかを説得させたらいいよみたいな。プロになりたいって思ったのは大学行ってから。大学行って、大学3年としてアンダー19、アンダー20選ばれた時にもうそのプロを目指したいなみたいな。もうかなり思った。だからそれまでは思ってなかった。思ってたけど、まだちょっと難しいかなと思ったけど、だってプロにアンダー19で俺サブだったから、それなのに出てるやつでもサブじゃん、プロでのやついっぱいいたでしょ。だからこれスピードが間に合わないと思って、成長スピードで言ったら大学卒業してからプロに合流したらちょっと難しいのかなと思って、それで3年で大学で結果残したらプロに挑戦したいと思って、総理大臣杯2年の時に大学の大会優勝したから、そう、それで、まあ、プロに挑戦したいと思って売り込んだんじゃないかな。そこまでね、自分がチャンスをつかんだかね、まあ何が何でもやるじゃないですか。そうそんな感じだったらもうこうね、それはもう見ている人も、自分にもチャンスあるっていう思うだろうし、めっちゃしがみついて、でも俺はもうこうそういうみたいな、あいつくばっかの人って分かるやん、性格的に。いや、まあまああいつくばって何でも行きますよみたいな。そうだからもう全然なんていうんだろう、あんまりその周りの目とかも気にしないし、だけどそれが結果あれ選手終わった後も、そう今までみんなやったことない一番からのね、それはすごいなと思う。何人こういうとこに繋がってたの、自分のポジションじゃないけど見つけてるわけだ。それよりも俺らも刺激になるから選手辞めた後まあまあまあ頑張ってるから。同じポジションで認める選手すげえなっていう。すごいよ。日本人ですか。まあね。そこで勝負とかって考えないんだよ。ないね。どうなの？恋愛事情。若い時は聞きたいね。ここ全カットだ。ダメだね。